シレパミサキから撮影した大国島。大国島は日本の北海道厚岸群厚岸町に属する島。厚岸道立自然公園に含まれる。島の面積は1.08平方キロメートル、標高は105メートルである。透明は島の姿が丸く大黒天の頭のように見えることに由来する。古くはモシリかホロモシリとも呼ばれており、アイヌ語でモシリは島。 これに川上という意味で、島の上がある島という名前だったと思われる。ホロモシリは大きな島という意味である。1960年には人口47名を数えたが、その後減少が続き1970年代前半に無人化。現在定住者はおらず、昆布漁器のみ番屋で過ごす世帯が一見存在する。王子は小学校もあったが、大黒島が完全無人化する古く前に、 並行している。校舎は1950年、厚岸町立小島中学校に移転された。日本郵便から交通困難地に指定されているため、当該から郵便物を送付することはできない。本島が所在する厚岸湾周辺では、暖流と寒流の交流が行われるため、大量のプランクトンの発生を流し、豊かな生態系を生み出す環境が確立されている。また、 暖流の影響からか水温は比較的暖かく、カンバやサルオガセなども見られる。近隣の千を大鳥市にある千を大鳥市には、同等では稀な杉が植栽されている。大瀬黒カモメやアホウドリカなど北方系の海鳥の大繁殖地及び海遊域であり、国内で現存する数少ない海や、ウトウの繁殖地の一つでもある。鳥脇100万羽以上が生息する。 コシジロウミツバメに至っては、日本唯一の繁殖地であることから、1951年6月9日に、大黒島海鳥繁殖地として、国の天然記念物に指定され、1972年11月1日に、国指定大黒島鳥獣保護区に指定されている。また、現在では稀だが、エトピリカやケイマフリなどの貴重な鳥類もかつては、少数繁殖していた。 島で確認された鳥類は59種を数え、チシマウガラス、オジロワシ、オオタカ、ハヤブサ、ウミガラスなどの国内気象野生動植物種も生息が確認され、オジロワシの繁殖も行われている。東梅には、アッケシ水鳥観察館が設立されている。哺乳類では、エゾヤチネズミが生息する。海岸は百頭を超えるゼニガタアザラシの繁殖地としても知られ、 ゴマフアザラシやトドも現れるほか、アッケシワンでは、ラッコの確認例もある。ラッコもかつてこの地に豊富に存在していたことは、歴史的に示唆されている。その他の帰客類では、クラカケアザラシやワモンアザラシ、キタオットセイなどの生息の可能性もある。日本アシカや、日本カワウソもかつては生息していたと思われ、平成9年には別川ウシにて、 カワウソらしき動物を見たとの報告もある。クジラ類では、本島から、キリタップ岬などにかけて、ミンククジラやシャチ、カマイルカや、イシイルカ、ネズミイルカなどが沿岸域を通過し、シャチも時には、湾内部のシレパ岬などでも見られることがある。その他、ツチクジラなども現れる、可能性があり、マッコウクジラなどが漂着することもある。また、 セミクジラが1960年代までは見られており、他にも、ナガスクジラや、ザトウクジラなど、かつては、大型のクジラ類もよく見られたと思われる。アッケシ湾東部には、アイニンカップ岬があり、北方では貴重なアマモ場が、数ヘクタール広がっている。大アマモが湾内に広く分布し、アッケシコ中にもアマモ、コアマモ、カワツルモが生息する。湾岸のネノヒ公園近辺には、 ラムサール条約指定の東梅海岸があり、アッケシ層もここで発見された。大黒島という名は、江戸時代から見られ、周囲がタラや、昆布の工業場であることから、文化年間には、番屋が置かれ季節移住があったという。1890年に南部の高台に、アッケシ灯台が設置され11月25日より、点灯している。第二次世界大戦の時には、 日本軍の基地が置かれたため、全島民が立ち退いたこともあり、現在でも校舎法陣地跡や旧海軍の特攻艇を格納した横穴などの戦争遺跡が残る。日本の過疎地八景市町小島、knaruse.blog94.fc2.com2019 年6月4日閲覧。 国指定大国島長寿保護区指定計画書、環境省2014年6月18日閲覧2010年度、沿岸域、モニタリングサイト先生物多様性センター2014年6月18日、厚岸町の歴史厚岸町ホームページ2014年6月18日、閲覧 ABH22 年度、キリタップ会場調査。13校。NPO 法人、エトピリカ基金。 2014年6月19日閲覧、北海道日本川嘘を探す海 H23 年度、キリタップ三崎定点調査、16校、NPO 法人、エトピーリカ基金。2014年6月19日閲覧ロバート L、ブラウネルジュニア、フィリップ J. クラパム、宮下富夫、カスヤトシオ2001、コンサーベーションステータスオブノースパシフィックライト、ホエールズ J、サテーションです。 マネージ、269-286、ジェームズ・イ、e、ー、スカーフ、セレクティブ・ビブリオグラフィー・オブ・サイエンティフィック・リテラジアオン、ザ・ノース・パシフィック・ライト・ホエール、2014年6月18日、閲覧ウジンギは1999、捕鯨遺跡。北海道新聞長官コラム、朝の食卓平成23年12月23日、掲載。ウジン自然歴史研究所。 2014年6月19日閲覧、東大周辺案内、釧路海上保安部、2019年7月6日閲覧、北海道釧路国厚志港大国島に建設したる東台におて、第五島不動白色の闘名を、節句、国立公文書館デジタルアーカイブ、ありがとうございます。